ねえ、見て見て。あっちの空に細い月が浮かんでるずら。月も夕日を追いかけて、もうすぐ沈んでいくみたいだね。この衣装を着て夜を迎えると、ますますエキゾチックな気分になるずら。あ、向こうにあった魔法の絨毯なんて、今の丸にぴったりずら。今日の衣装って、いつもと違って、とっても大人っぽい雰囲気だよね。丸、最初にこのデザインを見たとき、すっごく興奮したずら。この前読んだ本に出てくる衣装のイメージとすごくぴったりでびっくりしたんだよね。ビーズや装飾がいっぱいついてるのもゴージャスなんだ。本を読みながらいろんなことを想像するのが好きなんだけど、まさか本に出てくるような衣装が着られるなんて思ってなかったからびっくりずら。そうそう、その本のお話がとっても面白くて、マルもついつい夢中になっちゃったんだ。短い物語がたくさんまとめてあるんだよ。若い娘さんが王様に毎晩面白いお話をして朝を迎えるっていう話なんだけど、王様がお話に夢中になってしまったのがマルにはよーくわかるずら。面白いお話って続きが読みたくてワクワクしちゃうよね。でもたくさんある物語を全部覚えてるなんて、その娘さんもすごいずら。マルも時々こんなお話があったらいいななんて考えたりするんだ。忘れないように今度ノートに書いてみようかな。え？聞きたいの？じゃあ今夜は特別にあなたにマルの作ったお話を聞かせてあげるずら。きっと朝までかかっても話終わらないから覚悟するずら。